なんかあれでしょ？なんだっけ、不倫のやつでしょ？あれ何なの？俺知らないんだけど。まとめサイトも最近見てねえからわかんないけど。あいつ目立ちたがり屋だから。なんかでもね、専門家の分析によると、もう二度と塀の中には戻りたくないから、殺人事件とか起こさないだろうと思って言ってたよ。これで自己顕示欲を、このね、端っこの方で満たしてるだけでいいんだろうって言ってたけど。ベッキー何したんだっけ？なんか、既婚者となんかデートしちゃったってやつでしょ？既婚者と。なんであんなに騒がれてんのわかんない。なんか好きなんじゃない？そういうゴシップが。みんなも大好きじゃん。芸能人とかさ、その配信者とか実況者とかのさ、ゴシップ。くだらねえよな。あ、不倫しちゃったんだ。LINE さらされなの？え、なんでそんなことすんの？なんで LINE さらすのみんな。ほんとひどくない？俺もあらかじめマジ女との LINE さらしとこ自分で。俺クソ恥ずかしいよ。ちょっと待って、今さらそう。今のうちにさらしとかねえとさ、さらされた時マジへこむから。昨日行ったキャバクラの女の子との LINE のやりとり。俺が花ちゃんの一番可愛い写真を送って、芝カットした時の写メあったよに対して、可愛い、癒される。以上です。ベッキーからのリークなの？なんで自分からリークしたの？すげえ、そしたら性格悪くない？ クソ、そうでもいいでしょ。なんかあんまり女の子と LINE してなかった。ごめんなさい。俺はモテるオーラを今、醸し出してたけど、特に LINE はしてませんでした。おい、純、とて復活したとなんかさっき聞いたよ。ベッキーは性格悪いぞ。なんで誰も知らないじゃん。俺、ベッキーめっちゃ性格いいと思うんだよな。ベッキー。性格めちゃくちゃいいと思ったのにな。ベッキー好きだったのに、やっぱ女クソだわ。なんで別にそんなのさ、なんかアイドルは皆、純潔でなければならないみたいな。まあ、確かにでも不倫は、印象良くねえよな。不倫は印象良くねえよな。ミャコがお前と連絡取ってるって言ってたの言うわけねえだろうがよ。取ってねえよ。取ってねえよ。取りてえよ、俺だって。おめえらって取りてえだろ。ミャコさんと連絡取っていいよって言われたら。取りたいけど取れてない。純粋なら彼氏いねえのミャコさんだけだぞ。言っとくけど、タレントで。取りたいよね。ほんと羨ましいわ。取ってる人がいる事実。ベッキーの CM、ちょっと待ってみよう。ベッキーの CM 企業全部株価下がってて大儲けしたわ。え、そんだけでさ、影響すんの？ひどくない？なんか、消費者。日本人ゴミしかいねえじゃん。なんでそんなことすんの？最悪じゃない？マジで。そういうもんなの？株価は敏感だぜ。絶対そんなの悪くねえじゃん。最悪なんだけど、そういうもんなんだ。いや、やっぱじゃあタレントとかは、あれが、本当になんか、なんていうの、好感度が全てなんだね。お前もそういう男になれ、絶対嫌だよ。なってもいいよ、でもなりたくねえよ。なんで俺さ、大企業のさ、明暗をさ、俺がさ、担わなきゃいけないの。無理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 。無理、あ、それを見越して売る人がいるか。なるほどね。ベッキー、LINE の広告してた。皮肉だね。悪人ほど綺麗な花が咲くっていうのは皮肉だな。男がバンド、あ、バンドマンなんだ。どういう人なの？知りたい。知りたい知りたい。どういうあれなの？どういうあれなの？ゲスの極み。ゲスの極み乙女っていう人？え、で、ベッキーだったらもっとすげえやついけるでしょ。なんで？なんか、女の子ってわけわかんねえよな。なんかさ、すげえ悪口していい？え、絶対さ、あれだよね。そういう、あんまりいいとこ行かない私可愛いみたいなさ、俺一番綺麗なんだよな、そういう女。別に、福山雅治と付き合えばいいじゃん、可愛い女だったら。なんでそういうさ、わけわかんねえゴミみたいなさ、変なさ、変な、なんか、ない？そういうの。そういうのない？さ、アイドルとかがさ、私、アンガールズの田中好きですみたいな。絶対お前好きじゃねえだろって。俺一番そういうパターン好きじゃねえんだよな。いや、紅白出ててもベッキーなんてさ、とんでもねえ、日本で一番でじゃん。
野球選手とかさ、大企業の社長とかさ、すげえかっこいい俳優とかと付き合えばいいじゃん。でも31だぞ。別にベッキーだったら30でも40でも相手なんていくらでもいるよ。モコを好きな女子高生とか、別にモコを好きな女子高生はいるでしょ。可愛らしい顔してんじゃん、あのモグラ。モグラにしてはなかなかいい顔してんじゃん、モコって。ゲスの極み乙女っていう人なの？あ、その人の曲が好き？俺もう開いた口が塞がらねえよ。なんだ曲が、あ、なるほどね。投影してるんだろうな。なんかそんな、うわ、もうやばい。イライラしてきたんだ。絶対ファンに向け、なんか、私は独り占めできるみたいな。絶対いるんだろうな、俺の視聴者にも。こんなに女の子嫌いっつってる俺、俺だけど、私だけには素直な。絶対うざいわ。俺、だから俺のこと好きな女好きじゃねえんだよな、マジで。そういうのが見え隠れ。別に企業とかレトロと好きって言えばいいじゃん。なのにも関わらず、あえて俺のところに来るってやつは、本当になんかね、そういう心が見え隠れするんだよな。そういう心が。紅白なんて大した奴ら出てねえだろ。もうそんなことねえよ。そんなことねえだろ。不倫したことで俺の中で好感度上がった。そう。俺でも不倫はすごい。俺浮気だったら別にバンバンしていいと思うけど、不倫は絶対ダメだと思う。なぜなら、ねえ、契約してるわけだから、よくないでしょ。よくなくない？吉野部はいいでしょ、別に。なんでかっていうと、吉野部は俺が好きだから。好きだから。お前も不倫の一つや二つしてた。俺ちなみにね、人生で不倫したこと本当になかないんだよね。本当にない。てか、未来永劫することないと思う。別に彼氏がいるとかだったら別にまあ、そんな彼氏が悪いだろうとか思っちゃうけど、旦那がいるってなると本当に完全に恋愛対象として外れるな、間違いなく。いや、ほんとほんとほんと、絶対ない。リスクが高いっつうか別に、なんか他で満たせばよくないってなっちゃう。ベッキーについて話そうぜ、ベッキー。あれはどうなの？なんか別にさ、俺でもね、俺浮気バンバンするじゃん。俺最低の人間だからね。俺浮気バンバンするのね。つかもう彼女作んないことにしたの。ただ性を貪る機会になろうと思って。マイケル・ジョーダンとか、タイガー・ウッズみたいに。だけどね、結婚しちゃったらダメだよね。男がクズだよ、あれは。本当に。あれ男クズだよ。マジで。だってさ、他のさ、ゴミみたいなさ、ブスだったらいいよ。で、ベッキーって結構さ、人気タレントじゃん。そんなさ、人気タレントの地位が危ぶむようなことをしちゃダメだよね。別れてから付き合えばいいじゃん。つうかさ、これからモテるっていうのにさ、変な一般人なんかと結婚するような、まあ、バカだよね、つうか。これから芸能人なんて腐るほど抱けるのに、情にほだされて、なんていうの、一般人と結婚したあいつがバカだね。俺だったら確実に、すぐ捨てたね、一般人の方。顔がいい女とエッチできるのに、あんなんで男気とか見せるやつマジバカだよ。俺だったら確実に、何年付き合って、何年金を貢がせようが、すぐさま切ってたね。俺はダメだねって、お前じゃ結婚しねえって。俺ゴロリに言ってたもん、そうやって。ゴロちゃん、俺はお前じゃ結婚できねえって。なぜならニコ生でモテるかもしれねえからって。それが親にバレて俺クソ多め玉食らったから。俺無理だよ。俺ニコ生でもしかしたらクソ有名になってめっちゃ可愛い女からモテるかもしれねえから、ゴロちゃんと結婚する気はねえって言ってたもん、俺ちゃんと。ゴロリの母ちゃんに死ぬほど怒られたから。ゴロリの母ちゃんに。あのボーカルか、あの顔で20代らしいぞ。いや、27ぐらいでしょ。違わない？ 27、8ぐらいじゃない？ベッキーの話してくれ。ベッキーは別に話すことなくない？俺別にベッキーそんな悪いことしてる。まあでもな、相手が既婚者だからな。で、俺はあれは客ゼロで男が悪いと思うけどね。あんな男悪いでしょ。で、ベッキーなんて日本代表するタレントなんだからさ、それに泥を塗るってちょっと、俺は、男が、あれはさすがに男が悪いなって思うけどね。ベッキーの LINE 追加画像出たらしいぞ。なんでさ、誰が流出させんの？これすげえ、おちおち LINE もできないんだけど、俺がさ、私生活でさ、女の子の LINE とか、あ、延長しとこう。一回だけだよ、今日は。一回だけよ。おちおち女と LINE もできねえよな。おちおち。
女と LINE もできねえよな。センテンススプリングで検索しろ。センテ、文春何そのクソみたいな隠語。もっとなんか、いい隠語考えろって感じじゃない。これで公認だねみたいな LINE してた。あー、まあそれはちょっと奥さんに失礼だよな。てかあのさ、事件の被害者さ、ベッキーでもさ、ゲスの極みオツでもなくてさ、奥さんめっちゃかわいそうだよね。どんだけバカにされてんだよみたいな。よかった、俺じゃなくて。なんで既婚の方が叩かれないんだろうな。やっぱ、ネームバリューがないからじゃない。それはハーフのベッキーに言ってくれ、わかんないけど。あ、なるほど、あいつハーフだからか。あいつが言ってた。ゲスの極みオツ。なんだっけ、ゲスの極みオツとかいう人だよね。俺、この一件で俺音楽とか全然好きじゃなくて、全く聴かないんだけど、なんかちょっと生放送でネタにしてやろうと思って、聴いたらちょっといい歌で、はまるっていう。そういうやつ絶対いるよな。だから、バンド側は結局、得してるというか。ゲスの極み、ああね。ベッキー用語多すぎて引いたわ。誰が用語してんの？それはそれでムカつくよね。別にあれはさ、その過剰に叩かれる、まあ、良くないよっていうのはわかるけどさ、で、ああいうのってさ、誰が批判してんの？みんな的にさ、別にベッキー不倫してんだよとか、クソどうでもよくない？俺、クソほどどうでもいいんだけどさ、あれ誰が叩いてんの？誰が叩いてんの？なんか、あれ？モテ、なんか、女の子だよね、絶対ね。いや、女じゃない？いや、じゃあ、面白がってるだけとかだとわかるけどさ、ガチの叩きしてるやついるじゃん。カンニング竹山とかめっちゃ擁護してた。あの人自身がだって不倫してんじゃないかよ。あれ不倫して別れてなかったっけ？ガチでどうでもいいよな、あんな人様のさ。クソどうでもよくない、ベッキーが不倫してようが。クソどうでもいいよな。あれ何なんだろうね。ガチでは叩かないよね。ネタするぐらいだよね、普通にね。不倫してるやつはみんな擁護してる。みんな自分が可愛いんだな、ほんとにな。腐ってるな、業界全体が。同じ事務所だし、潰れたら困る。あ、なるほど、サンミュージックだっけ、サンミュージックだっけ。あ、ゲスの極みとか。そろそろ悪口言ってみるでしょ、時間経ってるから。あれさ、ほん、でも、夢はあんなブスでさ、ほん、本当にあいつ音楽してなかったら生きてる価値もねえようなブスじゃん。だけどさ、ベッキーと付き合えるって、やっぱ夢があるよね。俺もなんかニコ生で有名になったらなんか誰かすげえ可愛いタレントとかと付き合えねえからなんとかして。あいつだって生きてる価値ないくらいブスじゃん、本当に。もぐらみてえな顔しやがってさ。で、歌ちょっと上手いだけで、歌が上手い。何、みやこさんとかもさ、付き合ってくんねえからマジで。ゲスの極みのおかげで俺モチベーション上がって、あいつでベッキーいけんのみたいな。デジタルモグラ、何デジタルモグラって。よっさんじゃねえの。歌上手くない？でも。俺あいつの歌結構最近聞いてるよ。私じゃないのってやつ。よくない？でもなんか、多少なんか、あれベッキーかわいそうだよ。あんなクズとさ、ねえ、付き合ったせいで、すべて無駄にするって本当にバカだよな、マジで。大バカ三太郎だよ。ゲスの極み。俺好きじゃない、別に。なんか、だんまり決め込んでんのが好きじゃないな。別に、もう会見で認め、あ、やっちゃいました！石田純一はそれで成功したじゃん。で、やってるんだから、で、ノーコメントってことはもうやってるっていうふうに言ってるもんじゃん。で、世間、わ、それをもう、分かってないと思ってんのかなと思っちゃって、なんか舐められて、なんか、言えばいいじゃん、別に、そんな別にさ、言っちゃえばいいのにと思っちゃうんだよね。石田純一男らしいじゃん。はい！しましたって言ったからね、あの人は。私は不倫をしましたって。なかなかやらない。泉さんが私の病名は癌ですって言って、それは20年前。10年前石田純一が私は不倫をしましたって。その二人俺の中で二大巨頭だからな。泉正孝と、石田純一。だ、不倫は文化っていうのは好きじゃないけどね。なんか、男らしいじゃん。絶対さ、いや、奥さんかわいそうだよ。奥さんかわいそうだけど、絶対いろんな背景があるわけじゃん。なんか多少かばってるんじゃない、誰かを。かばってたりもするけど、それ言わずに、なんか別に。レギュラーも全部降りて、謹慎するっていうのはなんか、いいと思ったんだけどな、俺。あいつ安倍批判して干されたぞ。ゴミじゃねえかよ、じゃあ。ゴミじゃねえかよ。やっぱ、良くないね。その有名人がさ、カズヤぐらいだよ。カズヤってホモのカズヤじゃねえぞ。カズヤぐらいじゃない。な、正解について語って許されるのは。シンスケが手紙でフォローしてて草。何その興味深い垂れ込みは。興味深い垂れ込みは。